はい、出来上がって起きました。次の日みたいになくなりました。もうほんまにもうちょっとガクッとしましたね。落ち込んだ様子を見せるのは滋賀県高島市の米農家、金田春夫さんです。大切に育て収穫したばかりの新米が盗まれました。警察などによりますと、昨夜から今日午前6時半ごろにかけ、 倉庫で出荷のために準備していた新米のコシヒカリ8袋合計240キロが盗まれたということです。被害総額はおよそ9万円に上るということです。当時倉庫には一昨日収穫したばかりの新米のコシヒカリおよそ80袋が置かれていたということです。農家というのは儲かる仕事じゃありませんけどね。やっぱしんどい仕事ですわ。 お金をというかそういうのを持っていかれたいうこと自体がもうやば腹立たしいですわね。警察は米不足などを受け何者かが新米を盗んだ可能性があるとみて捜査しています。米が盗まれる被害は今月に入り京都府でも2件起きています。